教の店内で一人負債を重ねる海のいくら。合算99分の1の強弱を発見する。そして奇跡が起きる。なんか一日のさ半分くらいさ、なんか探しもしてそう。おじいちゃんだったら、おじいちゃんはおばあちゃんか。これ意外と知らんのちゃう。なんかなくしたことすら忘れてそう。あーみたいな。えみたいな。私それ持ってたかいねみたいな。えっ？みたいな。言ってそう。えこれズボンってどうやって履くんか？なんか言ってそう。これわしの飯はまだか。でもなんかさ、なんかとか言って、いやとか言って、なんかやっぱ末尾奈々が強そうでくれとか言って、そういうのははっきりなんか言ってそう。おろいはるやん、なんかそういう、なんかさ、なんか絶対そういう感じやん。いやでもあるとしたらここだと思うんだけどなーとか言うてな。ほんでなんか、あー私の飯はでもまだかいなーとか言うて、あ、はぁ、うわー、追記や、割と総投資5万円でございます。しまった。でもこの子に罪はないよ。何今この子に2000円入れた？あれあるわ。じゃあ3000円。そう、ちょっとな、おかへんぞオカルトやってみるわ。はい、このな千円札を下にな、下皿の底にこうな、見えなくなれと思いながら、な、見えなくなれって思いながら打つ。やってみるわ。ちょっとほんまやろうな。待ってや、見えなくなれ。今も見えてもてんで、恥ずかしいであんた。なほらコインいっぱい出てきてくれな。恥ずかしいまんまやであんた、これな。はい、ほらちゃんと光らなあかんで。あれ、あとちょっとしかないで。ほらもう見えてもてるわ。なんかちょっと待って、ちょっとブドウすら来やんかったやん。嘘やん。まだ1000円目やから。あ、これあれや、千円札を握りしめて打つとよく当たるっていうのもちょっと
おかへん先生が編み出しはったな、うん、千円札を握りしめて打つぞ。よし。うわぁ、キュンキュー。ほんまや。そっかそっか、これを踏んでしまうと。よっしゃー、はい、うわーほんまや、171ゲーム頼むぞー、あーうわー頼むぞー、よくやった、よくやった、ありがとう、171ゲームビッグでございます、すごいよー、うわーそ、ほんでビッグが来た時にはこうしてもう大盛り上がりをしてあげる、うん、な、よくやった、よくやったぞって、うわー、これがちょっと岡辺先生の必勝法ですね、ほんまやった、お、見えなくなりそうや、よしよし、いいぞいいぞ、帰ってきたらあかんで、うん、いやいや、これでビッグはありがたいわ、ほんまに、おお、見えなくなった、光っておくれ光っておくれ、君はわしのために光っておくれ、へいへい、じゃがいもホクホクホク、じゃがいもホクタラコバター、よっしゃ単独や、はい、82ゲーム、軽いな、単独の、よよよ、パーや、タンバケ2回目よ、はい、82ゲーム、タンバケでございます、ほんまにあるかもしれんぞ、これ笑ってもっとでいいすてきゅう先生、なんかでも大人になってからな、サザンオールスターズ先生のな、あの良さがちょっと分かってきたで、うん、なんかな、昔昔っていうかな、ほんまにもう言うてほんまこの前とかまでは全然分からんかってんけどな、なんかこの前ちょっと YouTube で聞いてんやんか、この前っていうかまあもう1週間前ぐらいにな、そうちょっとないいでやっぱ、うん、大人になったんかもしれんわ、笑ってもっとでいいね、リアルがあるわやっぱ、笑ってもっとでいいね、はい、ご飯に行きます、モスバーガーでございます、はい、カレーチーズモスバーガーのオニポテセットでございます、はいオニポテオニポテや、オニポテや、よっしゃー、どうしよう、迷うわ、モスバーガーってさ、なんか普段全然食べへんから嬉しい、うん、カレーおもろいカレーちゃん、よし、じゃあいただきますね、はーい、よいしょ、おいしいおいしい、
いよ。ねえ、オニオンをいただくね。普段食べへんからな。今日美味しいわ。あ、飲まれかけやないかい。ほんまもうもういいから紅茶食ってな。こうやね、一回こうやってでっかい、でっかくもないしな、こうはまったらさなくなるやんか。わからんかったです。先生、先生光りませんでしたよ。なるほど、この1000円で光るかもしれない。初めてしたこんな。よし、これは光る気がする、うん、確かにこれは光る気がするわ。めっちゃ祈り込めたもん今。うん、はっ、真剣やで。よっしゃー、ありがとう。はい、319ゲーム単独の、ほんまに光った。あ、ビッグでございます。よっしゃ、ほんまに光ったわ。はい、319ゲーム単独のビッグでございます。総投資は53,000円です。頑張ろう。実戦終了。大負けっこでございます。はい、ね、あ、まあ原因は、大きな原因は一つ、朝一絆7スルーしてしまったこと、あれが最大の原因ですね。ね、だから、まあ、しょうがない、抽選番号、私今日ね5番で、絆日の丸新幹線アテンさん6台ね、いつも入ってる大体、そら絆行くやろ。でわしは積もれなかった、そしてスルー回数を重ねてしまった。ただそれだけ、しょうがないね。はい、まあ、あの時わしはあの角さんの方、そうだね、結構いいちゃうか言うてたけど、今、まあ、あの時もそうそう、結構継続率いい、おぼろさんのな、おぼりすく引いてはったりとかしてね、いいなと思ってたんですけど、今完全に内角の絆ですね。絆はね、はい。でなんとね、6ベルが出たんですね。はい、6ベルを出たとのご報告をいただけました。ありがとうございます。でもまああると思う、あると思う、まあ
ね。売ってはる方がな、そんな言うてはるんやって、売ってはる方が一番よう分かる、うん、な、そうや、じゃあもうあそこや、内角ですね、今日は。そう、はあ、同色多いね、私今日同色一回も引いてないわ、しょうがない。はい、でなんかわしは今日あれでした、なんかこっち側っていうか こっち側っていうか、なんかそのジャグラー系とかがなんかちょっとこういいんちゃうかって思いました。はい、そう、この55ジャグラー2の2番目も118分の1とかで、ほんでも結構ずっとな、箱も積んではったし、いい感じやし、ほんでこのシークレットハイビスカスの角もう良かった、ほんでニューアイムも良かった、キャーシャーな、うん、でマイジャグの角よ、マイスリーな、あれはそうやな。で私のゴージャグも、ここゴージャグのゴージャグも良かったんですけれども、角にな、ね、私が打てたやつ良かったんですけれども、ちょっとねブドウは良かった、そう合算もあるからない、そうやな、120何分の1やったかな。そうですね、はい、そうですね、メンタルが悪かった、うん、確かに気持ちで負けた、今日は気持ちで負けてるわ、あ、そうや、今日は気持ちで負けてる、うんね、ちょっとね、あ、そうですね、やっぱな、バラエティーないいねん、そう、バラエティーが良い、ここのお店はほんまに、あー、まだす、あー、あ、せやそれ言うのはせや、鏡の角がすごいことになっていましたね、箱を5箱、え、これ6箱ぐらい積んではりませんでした、鏡の角が3、4箱積んで貼りました、ん？ 4、5箱？うん、別積みでございます、そうね、うん、あっちこっちに、あっちこっちに入っては、入ってはっていうか、あっちこっちにな、入ってはおったと思う、あー、そうですね、そうですね、うん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 、そうね、うん、そう、でもね、ちょっと私は残念ながら大負けっ子でございます、はい、しょうがない、あ、結果が、投資2800枚、回収ゼロ、はい、ちょっとね、今度はワンマンや。